欲しいものがたくさんあるのはいけないことですか？私決めたの。やっぱり子供も欲しい。仕事は？いや、もちろんやる。オーディションまた落ちた？このまま決まんなかったら事務所クビだって。あ、緊張しなくていいから。君の演技とか誰も見てないから。なんか昔の自分みたいだなって。誰にも分かってもらえなくて全世界に怒ってた頃の私と同じ目だな。ねえ、リミのインスタにナッツの写真がポストされてるの。え？みんなフォロワー数が一気に増えてる。ほっときなさいよ。嫉妬してんだからさ。ユミ、私が優しいなんて言うの末をくらい。何お願いって？子供が欲しい。え？無理無理無理。結婚してくれとか言わない。一人で育てる覚悟もできてる。タイムリミットがもうすぐそこまで来てるの。これがアラフォーの現実。何これ。いいねが減るたび、フォロワー数が減るたび、どんどん自分の価値がなくなって不安になる。どうしてあなたに関係ない人たちの声ばっかり拾うの？あなたのそういうの愛してくれる人たちの声聞かないの？ありのままの姿を写真に撮ってほしいの。自分をまっすぐ愛せるように。手に入れたいなら手を伸ばせよ。自分の声を聞けよ。もう彼女には商品価値はない。与えられた役がどんだけ小さくても見てる人必ずいるよ。この荒波に乗るの？乗らないの？ここにすごい才能があるんですけど、気づいて。仕事も女性としての幸せも何も諦めない。欲深くなくちゃ何にも始まらない。